コレクタータンクは、レーシングカーに使われる燃料タンクの一つで、燃料ポンプが空気を吸うことを防止する。燃料タンクの容量に対して、燃料の残量が少ない場合、競技車両などの特殊な走行環境では、旋回時の遠心力や減速時の慣性力、あるいは大きく車体が傾いた時に、燃料の液面から燃料ポンプの取り入れ口が露出し、 空気を吸ってしまう可能性がある。燃料供給経路に空気が混入するとエンジンの出力が低下するだけでなく最悪の場合は焼き付きを起こしてしまう場合がある。コレクタータンクは高い遠心力などの環境の下でも燃料ポンプが空気を吸い込まないように設置される。市販車両でも燃料タンク内に仕切りを設けたりポンプ付近のタンク底面を一段低くして 空気の吸い込みをある程度は防止しているが競技車両に発生する遠心力などに対しては不十分であるため液面高さの変化が起こりにくい独立した商用量のタンクを設けて一時的に燃料を貯める構造が取られる燃料はメインタンクから一時側ポンプあるいはリフトポンプと呼ばれるポンプによってコレクタータンクに送られコレクタータンクから二ガ側ポンプあるいは メインポンプと呼ばれるポンプでエンジンに燃料が供給される。コレクタータンクは縦に細長い形状となっていて、強い遠心力を受けても液面が高い位置で保持され、二次側ポンプが空気を吸うことがないようにできている。一次側ポンプが空気を吸って、コレクタータンクへの供給が途絶えても、コレクタータンク容量は2から5リットル程度あり、短時間はコレクタータンクに貯められた燃料により、 エンジンには安定して燃料が供給できる。ありがとうございます。